はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もバトルファンタズムやっていきましょう。多分そろそろ難しくなってくるんじゃないかなと思う。今日は無限のワカメです。多分踊りが来る。踊り、あれをどう回避するか。まあ回避できないんだけどね。まあ運が絡むと思うんですけども、行ってみましょう。3体か。なるほど。誰から行く？バイキルトかかってる。ラッキー。潮風のディーバーが強そうだけど、真ん中から行くか。HP は高そうだけど、まあまあ。おーし、ナイス。いいんじゃない？チャージタック効くよね。ナイス。ワカメ王子にも言っとけ。とにかく踊らされないようにしときましょうか。いや、キラキラポーンを、いやー、もったいない。ターンがもったいない。もうゴリ押しして一体ずつ落としていく。それがやっぱ一番だよな。 HP どうせ高いんでしょ。いいね。おし、ナイス。セーフセーフセーフ。運が絡む。あ、でももうね、 D は黄色レボル。一体ずつとにかく倒していけ。よし、いけた。おう、余裕じゃない？もうワカメ王子ももう瀕死だよ。あ、大したことないかも。いや、おう、弱っ。弱すぎないか。いやいや、弱すぎる弱すぎる。は？今まで最弱だったんだけど。10点。いや、最弱最弱。いや、でも多分、倒す順番は、大正解だったんだろうね。多分大正解だったんだわ。周りのやつから言ったらば、多分ディーバが、踊らせをしてきたと思うんだけど。いや、余裕すぎ。余裕すぎ。いや、あと、1,2,3,4、あと4つですね。かなりいい感じで来てます。はい。では次はですね、飛竜たち、今日、これをやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。